はいどうもさっくんです。今回は京阪の京橋駅にやってきました。今回は京阪電車がコラボでやっております、仮面ライダー生誕50周年を記念してクイズラリーというものをやっております。今回は久々に京阪電車に乗ってみたかったのと、半分仮面ライダーとコラボしているという興味本位で仮面ライダーファンの気持ちになってガチでクイズラリーをやってみたいと思います。また各駅に設置しているパネルの横にキーワードが書いていますが、そのキーワードに関しては公開しませんのでご了承ください。そしてこの動画のスタートがなぜ京橋駅なのかといいますと、フリーパス乗車券がなんとこの京橋駅のみしか残っていないという情報をキャッチし、本来スタートしようとしていた淀屋橋からこの京橋駅にやってきました。京橋駅に到着し急いで駅務室に向かいます。すいません、仮面ライダーのワンデーバスをあります。1枚ください。なんとか仮面ライダー生誕50周年記念コラボのフリー乗車券を購入できました。買ってすぐの台紙はこんな感じです。めちゃくちゃかっこいい仮面ライダー1号の表紙になっております。8月10日までの発売の前期はこのように仮面ライダー1号の表紙、8月11日から最終日までの後期は仮面ライダージオウの表示です。10日までということでかなり数も減っていたようで、なんとかこの京橋駅で購入することができました。台紙を開けると中にはフリー乗車券が入っておりました。そしてクイズラリーのキーワードはこの台紙の中に書いている各駅の下に書き込むようです。これは各駅に行って文字を確認し、その文字を台紙の四角い枠の中に記入していくというわけです。ということで、こんな感じで中身はこういう見開きのめちゃかっこいいね、こういう台紙と、乗車券になっております。まず、先進みたいのでまず角橋行きましょうか。今回の旅は京都方面へどんどん進んでいきたいので、まずは門真市に向かうことにしました。大阪方面から順番に門真市、宮川市、平方公園、葛葉の駅前にある葛葉モール南館の中にある三千広場、伏見稲荷、そして三条という順番に行きたいと思います。それよりも駅前にすごい方がいました。仮面ライダーが頭に入ってこなくなりましたが、ひとまず乗車券を改札に通して駅に入りたいと思います。今の人は一体何だったんだろうとずっと頭の中をよぎっておりますが、それはともかくフリーパスで仮面ライダーのクイズラリーをスタートしたいと思います。それでは京阪電車で仮面ライダーのクイズラリーの旅がスタートです。1番線に先にやってくる楽楽の快速特急を見送って2番線に到着する準急に乗車します。1つ目に向かう門真市は準急は停車しませんので、次の停車駅森口市で各駅停車に乗り換えます。京阪電車の列車の位はなんと準急が区間急行より上で、区間急行が走っていれば次の目的地門真市に停車するのですが、なんとこの準急門真市を通過しますので仕方なく各駅停車に乗り換えます。なんとドアの前の広告は狙ったかのように藤岡弘さんの写真が写っております。森口市で各駅停車に乗り換えます。そしてマニア的な視線なんですが、目の前の各駅停車途中の1両だけ何か座席がおかしかったのでその車両に向かってみました。なんとこの車両もともと6両編成だったのを1両だけ3000系のプレミアムカー化に伴い余剰となった1両をこの6両編成に組んだ7両編成だったので、その1両だけ元3000系のクロスシート車両でした。各駅停車でもこんな感じで旅情感を味わえるというなんとも嬉しい京阪の計らいでした。せっかく各駅停車でクロスシート車に乗れたのはラッキーだったのですが、
その目的地の門真市は2駅先ですので、すぐに降りないといけません。この少しだけでもこの黒シート車両を存分に味わいたいと思います。黒シートで旅情感を味わえたというのに、もう門真市に到着です。門真市駅の階段を上がってすぐにアンスリーの駅中コンビニの真横ぐらいにありました。仮面ライダー特製の駅名看板と仮面ライダー1号が待ち望んでおりました。さっキーワードを撮影してすぐにホームに戻ってきました。この時間帯はこの門真市を通過する19と特急列車がメインの優等列車でしたので、仕方なく後の各駅停車を待ちます。この先途中の茅島までのために複々線区間となっており、このように優等列車は真ん中の2線を使用します。ようやく次の各駅停車がやってきました。クイズラリーとパネル設置の駅は続いて寝屋川市になっております。この各駅停車でそのまま寝屋川市まで乗車してみます。駅に到着です。この駅のパネルは2018年から19年放送の仮面ライダージオーのパネルでした。そしてこの役を演じた奥野壮さんの出身地らしく、はい、サインが書いてありました。のんびり撮影していると後続の急行列車がやってきたのですぐに乗車します。パネルとキーワードの撮影約2分ほどでしたが、寝屋川市駅のパネルとキーワードは収穫完了です。次に向かいますのは平パーの最寄り駅、平方公園駅です。平パーの中には仮面ライダー生誕50周年のパネル展が開催されており、いわばこのイベントのメインの駅でもあります。そして駅の待合室の正面のガラスには歴代仮面ライダーのパネルが貼られております。さらに一部の柱の周りには歴代の仮面ライダーが展示されております。仮面ライダー01、そしてジオー、1号、ギーツ、ファイズ、電王の順に並んでおりました。反対側も確認したんですが、柱のやつは全部一緒みたいね。2箇所、
1番2番ホームともに同じみたいなんで、とりあえず確認できたんで戻りましょうか。一応ここ平川の最寄り駅なんで、あっち側が平川の入り口なんですね。でこの中に平川まで485、9時というこのカラーの平口らしい。9時クズ入ってます。クズハモールの中にクズがあります。続いてクズハモールの中にある三千広場に向かいます。先ほど門真市から乗車した同じ車両の各駅停車が到着。パネルの撮影やクイズラリーの文字を記入している間にこの列車はどんどん優等列車に追い越されていたそうです。この列車で枚方市まで行きます。枚方市で後続からやってきた特急列車に乗り換えます。この列車なら次は葛浜で止まりませんので、座れなかったとしても時間短縮優先で行きたいと思います。そして乗り込むとなんとクロスシートが一席空いておりました。なんともラッキーです。次の葛浜でしか乗車しませんが、またここでも特急列車の旅情気分を味わえることができました。しかしこの辺りはカーブが多いため速度を出すことができておりません。そのためライバル路線の JR 東海道本線の普通列車よりも平均速度が遅いという残念な遅さとなっています。クズハモールです。いや目の前とはいえこの日が暑すぎる。三千広場っていう三千ビルが展示されているエリアなんですが、そのエリアですね、おそらくこの先です。そして今向かった真正面のクズハモールではなく、なんと向かって右奥の南館の方に三千広場はありました。この真正面のモールをしばらく迷子になり、ようやく見つけた三千広場の案内に沿って連絡通路を渡り、ようやく南館の三千広場に到着です。こちらが三千広場のパネルになっております。仮面ライダーファイズということで555と書いてる京阪の5000系の横にかかったかのようにパネルとヘッドマークが展示されております。この車両は2021年まで運用されていた5000系という車両で、1両に片側
5枚も扉がついており、ラッシュ時になるとこのように椅子を扉の上に跳ね上げて5枚の扉が一気に開く状態になります。昼前になるとこの扉の上にある座席が下がってきて3扉に変更されます。外側にはこのようにラッシュ用のドアと書いております。これが昼間には開かなくなります。鍵はかかっていますが、イベントの際は運転台の乗車体験もできるようです。至ってシンプルな作りになっていますが、子どもたちなどは大喜びにすることでしょう。なんか運転シミュレーターとかもね、結構あるんですけども、ちょっと昔やってもうどんな感じか分かってたんで、こっちはもう次に急ぎましょう。次は、不思議稲荷駅に行きます。ここから特急にまた乗って、田んぼの白い場合ですね、田んぼの白い場合で各駅停車に乗り換える不思議稲荷で行きます。南館に完全に広場ってあったの、ちょっと離れてた。じゃないき、あれやな、今確定が到着これ自発のやつなんでこれではないですね。あー、だいぶタイムロスしました。次の特急ですね。そして丹波橋駅で向かいの各駅停車に乗り換えです。伏見稲荷は準急か各駅停車しか止まりません。そして伏見稲荷駅に到着です。なんと観光客でごった返しております。インバウンドが戻った今、外国人観光客が特に多かったです。そして等身大パネルを探しているのですが、こちらのホームには全然仮面ライダー展は行われていないようです。なので一旦改札を出て踏切を渡り、反対側の大阪方面行きのホームに行きたいと思います。伏見稲荷駅も仮面ライダー技術が展示されておりました。撮影を終えて急いで元のホームに戻っていきます。そして何気なく撮影をしていると、なんと仮面ライダージャックされた3000系が通過。この車両の車内の釣り広告は全て仮面ライダーの生誕50周年に合わせたものを映っており、車体にも広告があり、もちろんヘッドマークも装着しておりました。現在伏見稲荷なんですけども、今現在のクイズラリーの状況です。あと、このまま京都方面に向かうと三条で、とりあえずね、淀屋橋以外のクイズラリーの文字はゲット、そしてパネル展も全て撮影できているという状態になります。残念ながらちょっと淀屋橋の方がゲットできなかったもので、京橋からスタートしたんですけども、あとこの京都は三条終わればあと帰って大阪の方に戻って、淀屋橋だけクイズラリーの文字が分かれば完成ということです。ほんまにスタンプ押すんかと思ったんですけど、わざわざ台紙を出して、スタンプ台とか押す必要もなくて、ほんとちょっとデジタルなのかアナログなのかちょっとわかんないですけど、まあ自分でスタンプラリーの台紙に文字を書くという、ちょっ
ちょっと斬新なやり方で結構面白いですね。はい、ということで、次の列車はちょっとまだまだ時間あるんですけども、伏見以内でちょっとご飯食べようかなと思ったんですけど、人が多くで、まあ、京都三条行ったとしてもまあそっちも変わんないんですけど、まあ食べる足は三条の方が分かっているので、とりあえず三条まで行ってひとまず昼ご飯にしましょう。京阪三条駅にあるパネルはなんと駅名看板にも楽しい仕掛けが施されておりました。なんと三条駅にちなんでという駅名看板に変えられていました。この 1,2 番ホームの一番大阪寄りでした。なんちゅうとこ、めちゃくちゃ端っこですねこれ。でこれ今一番大阪寄りの階段上がったんですけども、でパネルがあっこにあるな。はい、ということで一応淀屋橋以外は全て回ってみました。それではこの動画続きにちょっと、実際は開くんですけども最後に淀屋橋に行って終了とさせていただきます。三条の、王将こちらで昼ご飯食べてると思います。もうビール飲みたらしゃあないんで王将に行きましょう。腹ごしらえ完了です。それでは大阪方面に戻っていきたいと思います。淀屋橋駅ですね。次の停車駅は伊吹市場。
行きたいんですけど、京阪の、淀屋橋駅のこの仮面ライダーのパネルはどこなんやろ。ちょっと端っこから攻めていってみよう。これあれやん、車内が仮面ライダーの、車内は全て仮面ライダージャックの、偶然すぎる。車内釣り広告全て仮面ライダーの釣り広告なってました。すごい見れると思わんかった。これ1本しかいないんですよ。ちょっとまだパネルを発見できないので乗れませんでしたが、お、偶然でした。パネルを付けていただきます。これか、あったぞ。めっちゃ端っこです。ホームの端っこにありましたパネル。まあ反対ですね。これで揃いました。ということで仮面ライダーのクイズラリー7カ所揃いました。あとは枚方パークのパネル店に行けば8月10日までにフリーパスを買った方は全期、8月11日以降に購入したフリーパスなら後期の特製缶バッジをもらうことができます。そちらに関しては別の日にまた紹介したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は乗り物オタクのチャンネルがこのように仮面ライダーのクイズラリーとパネルの撮影を行いましたので、仮面ライダーファンからしたら少し物足りない点もあるかもしれませんが、少しでもこの動画を見て行ってみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画を参考にして回ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はこれにて終了です。ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらすぐにチャンネル登録高評価をお願いいたします。また Twitter ブログインスタも随時更新してますので、ぜひそちらもご覧ください。